かれ開いた扉、それは旅立ちの予感。私たちは無邪気に他の世界に憧れていた。ある日、空は他の世界から来た奇妙な人物と出会う。一方、ドナルドとグーフィーは王様から鍵を持つ者の捜索を託されていた。
ミーアイランドが闇に飲み込まれた。リクは心を闇に委ねて姿を消し、私の心は空の中へと逃げ込んだ。そして空もまた闇に飲み込まれて、見知らぬ街で目を覚ます。
キーブレードに選ばれた空は、ドナルド、グーフィーと出会う。三人は、様々な世界を旅して、闇の進行を食い止めるために、鍵穴を閉じていった。一方、リクは闇の淵で目覚めていた。